神職。神職とは、神道、神社において、神に奉仕し祭儀やシャムを行う者の,のことである。神主は、本来、神社における神職の長を指していたが、現在では、神職と同じ意味で用いられる。神官は祭主を司る職業のこと、神宮直轄で、第二次世界大戦前は、伊勢神宮の神宮寺長の誇ら職のみが呼ばれた。 日本国憲法施行以後、神道は国家管理から離れたため、神官は存在しない。江戸時代までは、物意味、伊勢神宮、鹿島神宮、忌美子、鴨野神社などの名称で女性の職称も存在し、他の職官でも女性の神職は存在した。しかし、儒教思想に影響を受けた、明治政府の宗教政策により、女性神職は存在しなくなった。その後、 第二次世界大戦後の1946年、昭和21年に男女同権思想と神社の後継者問題、主に出生した神職の戦士、長期未期間などの面から再び女性神職が認められるようになっている。神職になる方法はいくつかあるが、一番の近道は神道系の大学を出ることである。日本で神道学科のある大学は、 工学館大学と国学院大学の2校のみで、所定の課程を修了することで正解。さらに必要な実習を経て、民外、会員参照が授与される。他には、工学館大学、国学院、大学、一部の神社長で、年2回行われる新職養成講習会、1ヶ月間程度に参加するか、全国に数校ある、新職養成所、2年間に通う方法もある。 なお、要請書に入所するには、神社長の推薦状が必要な場合もあるので、まずは、身近な神職に相談する必要がある。通信教育によって、検定試験を受けるという方法もあるが、これは急遽神職の資格を取らなければならない場合、実家の神社の後を継ぐ必要が生じた場合などに、限られる。神社本庁では、簡易検定及び授与に関する規定により、 以下の5つの会議区分がある。民会までは所定の研修を受けることにより昇進が可能である。なお、会議の名称は、神道で特目とする、清め正直、清く悪、正しく直区から取られたものである。神社本庁では、新職身分に関する規定により、特級、1級、2級上、2級、3級、4級という身分の区分がある。 身分の専攻は、経歴、神社会に対する功績をもとに行われる。神社本庁通り、神宮大宮市は、特級、神宮小宮寺は一級、神宮ネギ、別表神社の宮寺は二級上、または二級という基準があるが、昇級は、基本的に、各都道府県神社町支部への貢献度、神職としての評価、実績による。推薦は支部ごととなるため、 神職の少ない支部においては、多い支部と比べ昇級が早まる傾向にある。なお、出雲大社の教頭は一級である。徳望衆に秀で人格見識ともに優れた年、奉仕神社の権益に、神徳の発揚に力をいたし老齢に達するまで、神社会の尖閣として、終始一貫指導のために貢献し功績は群なる。もの、表彰規定。 第2条第3号に対し授与さる功績以上を授与された者に対し、長老の継承を送ることとなっている、長老に関する規定。神社本庁では、清掃、礼装、上装の複製を定め、上記の身分別に規定がある。清掃、遺憾は、大祭、礼祭、新滑祭り、神社造営等に関わる、臨時祭などに着用する。服とい,い。 身分にかかわらず、白鳳、無門、白砂馬釜、無門、冠、縁門。彩服は、中彩、最短彩、紀元彩、転調彩などに着用する。出雲国像は、白鳳、白砂馬釜、冠、黒ら茂る門水泳、かけおこより紫色。仮衣、薬ヤッコ馬色目は、制服に準ずる、えぼし。仮衣の色目。 文様は金敷を除いて、全く自由である。金敷とは、高貴な人が着る色目で、神社本庁では、天皇の御服である恥染め、皇太子が着用する王にの二色が、金敷に指定されている。なお、出雲国像は、あずき色砂場釜、はかし花火指紋、立江星かけおかけお紫内紐、尺、または中継を用いる。仮犬は、小祭り、 月ごとに行われる、高齢祭、高齢式、大払い式のほか、自賃祭、各種祈願祭等、その他の神事に着用する。なお、特に正常を必要とする、祭りの際には、身分に関かかわらず無門の白仮ぬ、無門の白鯖場釜、烏シの上絵を着用する。神事において、神職の役割は、その祭りを主催する祭祀と、 細部を運んだり玉串を手渡したりといった補佐的な役割をする祭り委員に分けられる。この場合、原則として全員同じ装束を着用する。これは、社殿が広く最上の場所が十分に取れる場合は差し障れないが、実際問題として、社殿の小さな一般神社では、数人の神職が以下を着用して祭りを行う場合、他人と装束が触れ合いすぎたり、 最後に引っ掛けてしまったりと祭りに支障をきたす場合がある。一貫は、神職の製造であり、意義を正すという性質上、小族が大振りで、活動的ではないからである。このため、一般神社では、偶司は、正規の複製に習っても、偶児以外は、小祭りの複製、上層に習う場合が多い。また、一般神社では、宮司一人で祭りを行うことも多く、 この場合、一人で祭具を運ぶ、玉串を手渡すといった動作をしなければならない。よって、一般神社では、大祭、中祭りであっても、上層で行う場合もある。なお、葬儀、結婚式の装束は、以下の通りである。神社内での役職順位を食会という、神社の規模や由緒によって異なるが、一般的には、宮司、ネギ、ゴンネギが置かれている。 原則として宮司、ネギは各神社に一名ずつである。別表神社の一部では宮司のもとにゴン司を置いている。簡単に言えば、宮司は神社の代表者、剣宮司は副代表、ネギは宮司の補佐役、ゴンネギは一般職員である。ただし、神宮は別で、最主、大宮司、小宮司、ネギ、ゴンネギ、宮手の平を置いている。 このほか、神職には含まれない職員や、神職見習いである、出資や左官、天使、霊人、神宮などでは、事務職員としての三事、主事、六事、主事保や総教職員として共同し、教学し、技術職員としての技官、技師、その他の職員としての職託、警備職員としての英士、主営などの職員を置いている神社もある。また、部女、 巫女などは神職に含まれない。また、神社本庁の包括に属する神社の宮司である以上、神社の大きさに関係なく、宗教法人であれば、代表役員として、立場は対等である。例えば、別表神社の宮司も、田舎の小さな神社の宮司も、影響力は別として、代表役員としての地位は同じである。なお、職会と会員は別物であり、 食会が上の方が神職としての地位は上である。例えば、民会のネギよりも、政界の偶児の方が上である。神社本庁の宗教法人としての規則である。宗教法人、神社本庁長期、第78条では、偶児をもって代表役員とし、偶児大務者をもって代表役員の大務者とする。同長期、第九十条第一項により、宮児及び、 偶事代務者の身体は、代表役員以外の役員の愚心により、通りが行う。ただし、通りが必要と認めたときに、代表役員以外の責任役員の同意を得て、身体を行うことができる。第91条では、剣偶事の身体は、役員の同意を得て偶事が愚心して、通りが行う。年議以下の身体は、偶事の愚心により、通りが行うこととされている。また、 神社本庁の役職員身体に関する規定では、宮寺、別表神社の建宮寺の任免は、通りが行い、その他の神職は、通りの指揮を受けて、都道府県神社庁長,長が行うこととされている。伊勢神宮では、宗教法人としての規則である、神宮規則により、採取は直視を報じて、定め、神宮規則第30条第1項公団、神宮大宮市の任免は、 神宮数計者総代の同意を得て、神宮責任役員、神宮将宮寺及び、責任総代、数計者総代のうちから数計者総代会において、選出した者を代表役員が移植するが連署の上、直裁を仰ぐ、神宮規則第32条、神宮将宮寺の任免は、神宮数計者総代の同意を得て、神宮大宮氏が行う、神宮規則第33条、 その他の寝職の任免は、大宮寺が行う、神宮規則第三十四条こととされている。不社権社以下神社の寝職に、関する権、明治二十二年直令第二十二号及び、韓国兵舎職制、明治三十五年直令第二十七号によれば、韓国兵舎には、宮寺、一人、建宮寺、一人。ただし、厚田神宮、出雲大社、柏原神宮、 明治神宮に限る、ネギ、一人、左官、宮手の平、ただし、厚田神宮に限るが置かれ、左官及び、宮手の平の定員は、内務大臣が定める。後に、左官は原則として一社に二人以内とされ、厚田神宮宮手の平は十三人以内とされる。宮寺は、送人待遇、ただし、功績の顕著なものは十人を限りに、直人待遇とすることができるとされ、 内務大臣及び地方長官の指揮監督を受け国家の創始に奉仕し詐儀を司り書務を管理する。建宮寺は送任待遇とされ宮寺を補佐し詐儀及び書務に従事する。ネギは犯人待遇とされ宮寺及び建宮寺の指揮監督を受け詐儀及び書務に従事する。左官及び宮手の平は犯人待遇とされ 上職の指揮監督を受け、詐欺及び諸務に従事する。偶児及び、県宮児は、内務大臣の創生により、内閣において命じられ、ネギ、左官及び、宮手の平は、地方長官が命じる。府県者及び候社者には、社氏一人、社手の平若干人。その人数は社氏及び、宇治子総代、または数系者総代が議定するが、尊者以下神社には社手の平若干人。 その人数は、うじこ相代、または数形者相代が偽する、それぞれ置かれる。社師及び車手のひらは、いずれも犯人間待遇とされ、車師、または、尊者以下神社の上席者手のひらで功績の顕著な、ものは、道府県、各二人を限って、総人間の待遇とすることができる。車師は、車手のひらを指揮して神明に奉仕し、祭祀を司り、書務を管理し、 府県、豪社の社手のひらは、社子の命を受けて神明に奉仕し、祭祀及び庶務を従事する。尊者以下神社の社手のひらは、神明に奉仕し、祭祀を司り、庶務を管理する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。